はい、こんばんは、皆さん。ごめんなさい、もうね、眠い頃に眠い頃に始めちゃったんですけど、今日は和歌山のペパドラゴンはそれに参加して、でウルフハウルハーモニーさんとキッドフェノメノンさんと3組でね、盛り上げましたよっていうことで、はい。で、そのちょっと余韻が今残ってるので、今のうちに、まあ、キラリもやろうかなと思ってるんですけど、この後ね、ちょこっと、その前にちょこっとだけちょっとインスタライブでお裾分けしようかなと、余韻をはい、お疲れ様、今日めちゃくちゃ楽しかった、ありがとう。楽しかった、暑かった、普段見ないところの対バンで新鮮だった。そう、そうなんですよ。今回、まあちょっと略させていただくんですけど、まあウルフさんは、ウルフさんの方は、初めましてというか、今回ご一緒するのが初めてだったんですけど、キッドさんの方は、ボヤージュフェスかな、前回。そう、ボヤージュフェスで一度一緒の、まあ、イベントにね、そう、出演したんですけど、ただこうやってがっつり絡むのは初めてっていうので、そう。だから、すごく、もうほんと新鮮で、で、まあ、3組それぞれのライブが、パフォーマンスがあって、で、その後にね、そう、コラボライブというのがあって、で、僕らは、最初、キッドフェノメノンさんの、ウィリー。キッドフェノじゃなくて、でもなんか、違うんですよ。それ、わかんない。略し方は本当の、なんか、わかんないですけど、LDH さんと一緒にリハした時に、そのスタッフさんがキッドさんって言ってたんで、キッドさんなのかなと思って。ちょっとキッドさんって思ってて、はい、そう、その2組でね、スパドラとキッドで、ウィリーをやって、そう、ブンブンってっていう、そう、踊って、で、その後に僕はナンタッチャブルマックスを、そのウルフさんも一緒に3組で全員でやるみたいなやつと、はい、スパドラじゃなくてスーパーと略されるみたいなもん。あ、スーパー。まあ、確かにスーパーって言うとあれだね。まあ、略し方はいいですけど。全然。LDH ファンとしていかがでしたか？あ、僕が？あ、でも、ほんと、それこそ、まあね、あ、まず、エグザイルのヒロさんからプリンをね、差し入れいただいたみたいな、いうので、めちゃくちゃ美味しかったなっていうのと、そのプリンがめちゃくちゃ美味しかったなっていうのと、はい。あと、まあもう二組とも、ほんと、ウルフ・ハウル・ハーモニーさんは、とにかくもう歌が、もうハーモニーってね、グループ名に、ね、入ってるぐらいですから、もうほんと、そのハーモニーが素晴らしくて。で、そう、カバー曲とかも披露されてて、そのカバー曲はすごい、懐かしいなっていう曲もやってて、はい、すごくいい歌声だなと思って、そう、それでリラックスしちゃってたんですけど、その後が出番だったんで、ちょっと高めてって感じで。で、あと僕らやって最後、キッドフェノメノンさん。キッドフェノメノンさんで行くね。そう。ただ痛くて、そう、それね。キッドフェノメノンさんはもう、ダンス、一緒にね、まあ、リハーサルした時からもう、すごいフレッシュさ。そう、みんなすごい若くて、
そう。なんだろう。16歳かな。下が、一番下16歳のかな。とかで、ほんと、若いけれど、ほんと、みんなダンス上手くて、みたいな。で、フレッシュさもあって、リハーサルの時から結構もう、お願いします、みたいな感じで、そう。ウィリーの振り付けも実際に教わったんですけど、教え方もすごい面白くて、ケンスケくんかな?そう。が中心になって、そう、教えてくださったんですけど、そう、めちゃくちゃ、パワーをもらいましたね。スパドラも若いんですけど、でもなんか、それこそ、エビダンでいうリエネルとかアイスとかと接してるような感じかな、イメージ。まあね、多分、もっとリエネル、アイスの方が若干若いのかわかんないけど。うん、そう。だから僕らは今日だけほんと、LDH さんの二組とね、一緒にパフォーマンスしてたんで、で、ウィリーやってる時はもう、ちょっと LDH なかな、僕ら、みたいな気分でやってたんですけど。うん。そう。楽ちゃんより下の子いる、そう。それがね、ちょっと、ああ、こういう時代が、ね、になってきたんだな、みたいな。うん。若者のパワーもらいましたよ。で、今日はスパの方は、トモヤがね、そう、まだちょっと、感じなくて、出られなくて、8人でパフォーマンスっていう感じになったんですけど。うん、ただ、ともやのね、分のバイブスも込めてパフォーマンスしたんで。で、初和歌山だったしね。そう、初和歌山でっていうのも、うん。多分、和歌山に住んでる方とかはね、なかなか会いに来れないっていう方もいると思うんで。ニッコニコなの本当見えたからに、本当見えた。2階でからでも。2階からでも。ありがとう。そう。で、そう、ファイヤーサンダーの曲やったんだよね。そう。今回、セトリアも公開されてるんで、まあちょっと言うんですけど。ファイヤーは久々の、で、サンダーが、キャラバン。をやって、そう。ファイヤーの音、まあ、サンダーのキャラバンも久々かもしれんけど、ファイヤーのオンマイウェイはもっと久々というか、そう。僕がね、ラップをしたり、まあ、ちょっと、つよしの、なんて言うんだろう。つよしのボーカルにちょっと合わせて歌うみたいな部分もあったりみたいな。ちょっと珍しい部分が見れる、そう、曲なんで。戻ってて楽しんでね、やっぱ嬉しかったですね。うん。ほんまに最高でした。ありがとう。ほんまに。そう。で、ちょっとね、面白い。一個だけちょっと、まあ結構今回も面白いこと結構あったんですけど、その、なんだろうな。まあネクストバイラルアーティストって最初なんかオープニングで3組がバッて、ですけど、で、それ一組ずつ登場しますっていうので、そう、ちょっとね、その登場がね、若干ちょっと、まあ僕ら今回初めてだったんで、ネクストバイラルアーティスト。ヤガミくんがいるということで。ごめんね、こんな夜遅くに。ありがとう。そう。で、それが、なんだっけ。
あ、そう、登場の部分で、あ、そう、楽ちゃんとジャン君フライングしてたっていうのが、まあ実は別にもう二人だけじゃなくて、ほぼほぼみんな、逆にフライングしてないメンバーが二人ぐらいしかなくて、そう、なんか、バンバンバンみたいな、そう、出てきて、スーパードラゴンつって、まあ、8人か、8人パンって出てくるんですけど、なんか、前に行くタイミングがちょっと分かってなくて、そう、一歩ちょっと、バーンって決めて、で、ちょっと前歩こうかなって一歩踏み出したら、ちょっと右中で、あ、まだって、まだそのままって言われて、一歩踏み出したままもう一回ポーズしてみたいな、ストップしてみたいな。で、そこから、もう一回、ちょっと前の方に、出てみたいな。そう、だからなんか謎に、決めた後に一歩踏み出していったみたいな。それが、結構、恥ずかしいけど、めちゃくちゃ面白かったな、みたいな。うん。あ、まさにドラゴンフライ。うまいです。うん。まぁ、ちょっと初日ならでは、まぁ、スパドラのね、初日ならではのハプニングもあったんですけど、はい、そんな感じで、まぁ、またね、次はミュージックトライブかな。岡山であるんで。このイベントを楽しみに待ってもらって、でその後にネクストバイラル、また新潟とかがあるのかな、そうあるんで、そう新潟でリベンジですね。誰が会ってたかちょっとあんま分かんないんですけど、そうみんなで渡れば怖くないってやつ。はい、そんな感じで、まぁ、ちょっと夜も遅いので、ここで一旦インスタライブ終わって、ここはキラリに移行したいと思います。なのでまだキラリに入ってないよっていう方はぜひ入ってください。はい、レオは早取りの志村フライングしてた。要はそうですね、僕の隣にいたんで。はい、そんな感じで。じゃあ、キラリで、また。アーカイブはまた24時間だけ残しますね。では。